どうも、ロスレスのリゾートピエです。お願いします。ピエです。はい、先日に続きまして、もうこれこそまたまさに運動会ビュールでございます。ギャンギャンに雪降ってるんですけども、今日はですね、はい、夏靴スニーカーを履いて二人三脚こけずにできるのか検証していただきます。前回こけちゃったから、ね、そうスタートでねこけちゃったから、はい、まあ、今回二人三脚で二人で力を合わせれば 50m ですね。35メートルしかないんですよ。ありがとうございます。公式記録でございます。よろしくお願いします。ちょっと寒いんでね、もう早速準備いきましょう。うおー、びっくりした、びっくりした。それでは行きましょう。レッツ。わあ、いいな、なんか青春してる感じするわ、この背景。うん、雪ってやっぱいいよね。お、いい感じにしつかりと、うおー、これ離れないね、絶対。おーちゃん、やばい。ちょっと映ってるかどうかわかんないけど、広角でやっていきたいと思います。左足からいく。はい、OK、 よーいスタート。せーの、1、俺右なんだよね。3、1、2、ね、1、2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 、
いけた、いけたやん、いけた、ケツ冷たい、やばい、急いで、冷たいお兄ちゃん、よっしゃ。最後の最後にゴールでこけたんですけど、見事クリアでしょ。よっしゃ。はい、ということで二人三脚やったんですけど、はい、結果は最後までいけたね、こけずに。いけました。二人三脚の方が安定感あったかもしれない。安定感あったね、はい、もうかじかんでかじかんでる。あ、動いた、ね、僕たち力を合わせれば冬道でもこけずにいけるということが分かりました。他の北海道民もね、雪に負けずに運動して逃げてはいかがでしょうか。こちらどこいいと思った。チャンネル登録コメントお願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。何も映ってないのに。行った。お疲れでした。お疲れ。